皆さんおはようございます。今朝はね、久しぶりに曇りましたね。多分昼頃に前線が通過するんですかね、雨が降ると思います。で、明日はね、また晴れると思うんですけどね。あと今これ満潮ですね。やばいですね。早めに撮影しないと、三脚とかさらわれちゃってね、波がこう来てるんで砂がさらわれて倒れるかもしれませんね。早めに撮りましょう。ちょっと早口で、今日はね、いつもと違う角度で撮ってます。まあ、ここ三浦海岸はね、ずっとこう長い海岸線でね、いつもは海の方に、だから千葉県側にねカメラを向けてるんですけれども、今横浜方面ですね、に向けて、ですから方向的には北になるのかな、北の方に、いつもは東にカメラを向けてるんですけども、今は北にカメラを向けてます。そうするとこう、海岸線でね、ちょっとまだ、夜明け前の夜景が少しご覧にいただけるかもしれません。まあ、曇りなんでね、雲取ってもしょうがないんでね。それでね、もう11月25日ですよ、今日は。ってことは来月の今日はもうクリスマスですよ、皆さん。そろそろバタバタしてきませんか。それでね、実はね、昨日ね、QX100 でしたっけ、あれを買おうと思ったんですよ。私ほら、スマホね、この間ソニーのエクスペリアのこの Z1 にね、変えたんで QX の100買おうと思ったんですけど、よく考えてみたらね、私の NX5R、 これ Wi-Fi 機能ついてるじゃないですか。で、私がなんで QX100 欲しいかっていうと、もうこうやって撮影してる時にね、スマホで撮って、そうするとすぐ LINE とかね、あとツイッターとかに貼り付けられるんですよね。朝日とか朝焼けとか。それで、じゃあちょっと、でもスマホのカメラだとどうしてもちゃんと撮れないんでね、じゃあ QX100 があればと思ったんですけれども、よく考えてみると NX5R って Wi-Fi ついてますよね。だから Wi-Fi 接続しちゃえば NX の 5R 静止側ね、 NX の 5R の画像をね、で今18mm 200mm ついてるんだから、それ遅れちゃうわけじゃないですか。それでね、昨日ね、そのことを思いついて、あ、そうだ、俺の使い方じゃ別に QX100、まあ、あれはあれで欲しい手があっても面白いんですけど、とりあえず買わなくてもいいだろうっていうんでね。で、昨日ね、ファームウェアをね、アップデートしまして、そうするとアプリもいろんなの出てましたね。で、アプリもとりあえず全部取り込んでね。で、さっき何枚か撮ってみました。ツイッターとかにね、動画っていうか、静止画をね、そうすると望遠で撮ったの。まあ、今朝はね、ちょっとあいにくのこの天気なんでね、あれなんですけど、まあね、そんな使い方ができるぞと。ところがね、そのアップデートするときにあれ、メモリーカード抜かなきゃいけないんですよ。で、抜いたままで入れるの忘れました。だから今朝は NEX の 5R でね、内蔵のストレージが使えませんので動画撮れません。だからでも面白いですね。そうすると、さっき言ったように Wi-Fi 接続して、こっちのね、スマホの方に静止画はね、転送して、こっちのストレージに入れられるんですね。まあ、こういう使い方ね、まあ、機能的にはあったんだけどしてなかったんですね。で、今回 QX100 買おうかどうしようか迷ってね、いや、そういう使い方ができるんだなと、まあ、ちょっと一つの発見でしたよね。皆さんも NEX の 5R 持っておられる方、スマホとね、連携して、今ね、ほぼね、もう私の NEX の 5R には18mm、200mm のもう電動ズーム、あのレンズ固定でね、あれしかつけてないんですよ。あれしか使ってないし、だから、まあ、これからもね、そういう形で撮っていきたいと思います。まあ、私の撮影のね、やり方ではそれで十分なんで。まあ、今日はちょっとね、そんなお話でした。あともう12月ね、まであと、本当、もう年末まであと一月になっちゃいましたね。そろそろ皆さん、ターボっていうか、ブーストがかかってきますよ。一日一日をね、しっかりとやらないとね。で、今日は、月曜日ですか、新しい週が始まります。皆さん、良い一日をお過ごしください。それでは、チャオ。